よし、やるか。後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ。殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。俺には8000人の部下がいる。命が欲しけりゃ今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。お前を倒してメリーゴーはもらっていく。どんな手を使ってもらう。やってみろ。ここで逃げるわけにはいかねえんだ。しんみりしてても始まらねえ。とにかく今はロビンちゃんを探そう。聞いたか、昨夜の造船所の事件。アイスバーグさんが海賊に襲われたってよ。ルフィ、造船所に様子を見に行きましょう。
倒して進むしかないわね。このゴムの三刀流三尺混合ガモン。Come on!
回ってても仕方ねえ。俺は正面から突っ込んでロビンを探せ。死んでもここは通さねえぞ。正面突破は厳しいわ。他に入れる場所がないか探してみる。なら俺たちはここで暴れて敵の目を引きつけとく。
人数を回してくれ。よし、行くぞ、アローども。ん？誰かいるのか。Thank you.
現れるじゃねえか。この屋敷は海賊の手により消失する。お前たちも逃げた方が逃げられればな。ニコロビンとは二度と会うことはない。我々ももう一人の重要人物を探さない。お前ら何なんだよ。我々は世界政府直属の暗躍機関サイファーポールナンバーナイン。非協力的な市民への殺しが許可されている。さあ今度ヤノン、こいつら早え。空まで飛べんのか。それになんでこんなに体が勝てんだ。北へ。我らの肉体は鉄の鋼角にまで高度を高められる。そこそこの力はあるようだが、所詮我々の敵ではない。